続いてヒュージマテリアプロジェクトの話をしよう。各種のマコーロで同時多発的に異常なエネルギー反応が検知された。各データを詳細に分析したところ、巨大な生命体が存在する可能性が極めて高いという結論に達した。おお、我が愛しのウェポン。古い記録にその名を確認した。星に危険が訪れると出現する怪物だ。体内に巨大なマテリアを内包する。いや、巨大なマテリアが生体化したというべきか。その存在を知って以来、恋焦がれ探し求めた。まさに星と生命の神秘。この手でなで、組織のヒダの奥まで調べ尽くしたい。この科学の目で。なんだ。今回のプロジェクトでその夢も叶う。ヒュージマテリアをこの手に掴むのだからな。納得できないわ。ヒュージマテリアの人工生成技術はあと少しで実用化できるのよ。もちろんそれは知っている。このプロジェクトはあくまでも天然物の回収が目的だ。ビルのロビーにでも飾りますかな。マテリアなんぞどうでもいいが、抜け殻の方は私が引き取るぞ。ねえ社長、本当のことを教えて。ウータイが狙っている。それを先に言ってくれなくちゃ。ハイデッカー、軍を借りるわね。精鋭を用意してやる。ルーファウス社長。なんだ。プレジデントにはお答えいただけなかった質問があります。同じ質問をしてもよろしいですか。アバランチの活動に乗じたマコーロの爆破、続く7番街プレートとスラムの破壊、共にプレジデントはネオミッドガル計画の一部だとおっしゃっていました。しかし実際にはネオミッドガル計画の根幹をなす約束の地は見つかっておらず、正体さえ。うん。親父は年を取った。そして焦った。あの暴挙の理由はそれ以外にないだろう。いい機会だ。あの件に関しては私も疑問に思っていたことがある。なぜ誰も親父の強行を止めなかった。私は神羅カンパニーを変えたい。より高く、深く、広く、早く、強く、固く。親父と共に戦ってきた君らには大いに期待している。私には親父に見せた以上の忠誠を見せてくれ。はい。開けておくれ。エルミナ。ザックスだね。ああ。エアリスは？上に。ウ
うちに連れて帰るよ。あの家はシンラが見張ってる。何度か見に行ったんだ。もういないよ。向こうもそれどころじゃないんだろうね。でもあんたじゃ世話できないだろ。いやそんなことないって。俺ずっとクラウドの。できてないよ。見てごらんよ、エアリスの肌カサカサじゃないか。それにこの汚れ。悪いね。置き手紙を見て覚悟はしてきたけど、やっぱりこんな姿見るとね。うん、車椅子を借りてきたよ。エアリスを乗せて、クラウドはあんたがおぶって、それで行けるだろ。ああ、行けると思う。それエアリスの。ああ、知ってるよ。あれ、エアリス、どうしたの？エアリス、エアリス。なあエルミナ、何だい？何が起こってるんだ？世界が終わる。みんなそう言ってるよ。エアリス、ミッドガルってどっちかな？方角的には東だ。向こうだな。お母さん元気かな？俺が会った時は元気だった。心配してたけどな。親不孝だね私。事情を話せば分かってくれるさ。説明大変そう。カチカチ。お待たせ。大丈夫？うん、いい汗かいた。偵察はどうだった？異常なし。ついでにマテリアもなし。マコールに着く前にとっつかまえたからな。ねえ早くマコールへ行こう。クロマントたちはもうマコールに行っちゃってるよ。ねえあのクロマントの人たちって何なの？神羅の犠牲者だ。じゃあ私たちウータイと一緒だ。え？どういうこと？ウータイはね、神羅にあちこち爆撃されて、町もみんなもボロボロにされて、その上インチキな条約を押し付けられたんだ。停戦はウータイも歓迎したんだ。ジジイたちは勝手に受け入れたんだ。昔から国のことを全部決めてて、みんなおとなしく従ってきたけど、こればっかりは不満爆発。そんな怒った国民が期待したのがグレン大佐とその仲間たち。元ソルジャーで脱走兵のサンバガラス。初耳だ。
錆びついた足かせみたいなしきたりをぶっ壊してウータイを元気にしてくれたんだ。そこに大佐たちが信頼するスフール総督って人が合流して革命が起きたってわけで、暫定政府が誕生したの。革命か、やるじゃねえか。どうして暫定政府なの？本当の政府は神羅との戦いが終わってから国民全員で選ぶものだからって。だからね、私たちは暫定が取れるように頑張ってるわけ。燃えるっしょ？どうしたの？置いてくよ。ねえねえ、これ全部魔鋼なの？ああ。じゃあここにはすんごいマテリアがあるんじゃない？ドヒャーってびっくりするようなマテリア。今のなんだ？イエポンだ。星の守護者、星に危機が訪れると出現すると言われている。北条の憧れの一つだ。ねえねえ、見た？体の中にすんごくでっかいマテリアあったよね。なんとかして捕まえらんないかな。星の守護者を捕まえる？え？あんな大きなマテリア欲しくない？あれ、全部私のものだよ。じゃあここでゆっくり考えろ。俺たちは先に行く。その言い方、また来るよ、ウェポンちゃん。それまで元気でね。ウェポンってのが現れる。シンラが星を追い込んだってことだよな。つまりアバランチの主張は正しかったってわけだな。あ、そうだろう。ああ、でも危機の原因はシンラだけじゃない。セフィロスだね。うん、行こう、星を助けないと。羽橋だ。下げないと渡れない。どうしよう。なんだよ。バレット、何か知ってる？あそこにある操作室で橋を下ろせる。どうやって行くの？炭鉱を通る。長いことほったらかしだから中がどうなってるかわからねえ。おい、橋下げてやっから、ちょっと待ってろ。
ことか。こっち来い。魔鋼の影響かもしれない。しばらく休んだ方がいい。クラウドは休ませて、私たちで橋を下ろしに行かない？うん、そうだね。そいつで連絡するからよ。それまでゆっくり休んでろ。よし、そんじゃ出発。どっち？あれで上に行けるんだが、電源を入れないと動かねえ。電源はあそこだ。あれを使え。飛び跳ねんのは得意だろ。出番だね。制御装置でロック解除しねえと動かねえ。頼める。いい、仕方ないな。
Oh!